カラス山城カントリークラブは、栃木県那須カラス山市にあるゴルフ場である。1970年8月、新たなゴルフ場の建設に向けて、株式会社日本スポーツ協会が設立され、1972年、カラス山城カントリークラブが田村散策によって創業された。田村は、神奈川県横浜市を拠点として貸しビル業中心の企業経営者である。 1973年10月23日、ゴルフコース設計家、井上誠一の設計により、18ホールのゴルフ場が完成し、仮オープンされた。翌、1974年、9ホールを増設し、27ホールのゴルフ場が完成した。クラブ運営は、会員中心の伝統的な運営が基本方針である。1989年、 新クラブハウスが完成した。しかし、不況の長期化や、同業者間の過藤競争から、余裕のない運営を余儀なくされた。2002年5月29日、株式会社カラス山城、カントリークラブは、横浜地裁へ民事再生手続き開始を申請、同日に保全命令を受けた。2004年3月、貸しビル業を営む、株式会社カヤマによって経営されている。 コースは曲線で描かれて女性的な印象を受けるが実際にラウンドしてみると男性的なタフなコースである。距離が7000ヤード以上と長くフェアウェイはアップダウンがありグリーンは砲台であるためセカンドショットの精度が求められる。また1グリーンに改造したことや日本プロゴルフ選手権大会の開催に向けて実施された改造により難易度がさらに上がったと言われている。 施設面では、温泉施設や、宿泊施設も整っている。また、日本のプロゴルフメジャー大会の日本プロゴルフ、協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本女子オープンゴルフ選手権競技大会、日本女子プロゴルフ選手権大会、日本プロゴルフ選手権大会などのメジャートーナメントが開催された。そして、 2021年9月30日から10月4日、第54回日本女子オープンゴルフ選手権大会が203の丸コースにおいて開催中である。郵便番号321-0602栃木県、那須カラス山市大岡2401番地鉄道道路。ありがとうございます。